ダッシュでこず、どうも武田でございます。刻んでいこうぜ、東京の OL 大体可愛い。本日なんですけれども、何をやろうとしているんですか？山手線ゲームしてみた山手線ゲームしてみた。お酒がないですけど、今日はお酒じゃないです。今回山手線ゲームにプラスしていくのがランニングということで、ピンと来てないと思うんだけど。全然来てないね。皆さん、山手線ゲームといえば、はい、じゃあ池袋、はい、品川、渋谷、はい、恵比寿、原宿、神田、目白みたいな感じでどんどんやっていくじゃないですか。今回東京からスタートして、東京で次の駅まで走っていってをやります。これやばいよ。で、山手線一周して最高の山手線ゲームを完成させていくという、そういう企画になってきます。自分何言ってるか分かる？牛さん、はい、分かってない多分だけど40キロ弱あるで。だいたい40キロぐらいあるんだよね。40キロぐらいです、だいたい。大丈夫？自らなんか進んでやりはんかったんだけど長距離やりすぎて頭バグったんちゃう？みんなとランニングしたいなって思ったんですよ。35キロ以降の地獄はみんなには味わってほしくない？味わってほしくない、ね、まあちょっといろいろあるんですけれども、今8時半ぐらいなんですけど、11時から雨です。やばいって最初の2時間半でまあまあ進んでおきたい。そうだね、はい、今回プク君どっち回りで行く？御徒町方面から。わかりました、上の御徒町方面のから走っていきたいと思います。はい、何回りだろう。どう回り、はい、どう回り、はい、池袋目白目黒ちょっと今二日酔いになったということで早速始めていきたいと思います。はい、ど真ん中で行きましょうか。映像全部つなげたらさ、感動するよ。しそうだね。武田から始まる山手線ゲーム、イエーイ。8時半、せーの、東京。ただいまの時間ちょうど、まあ、ちょうど出てきた8時半がっつりスタートです。はい、じゃあ行きましょう。神田から。一応ちゃんと GPS もみんなつけてね、手元の。あ、OK です。はい、運営が死んじゃうので1キロ6分ペースぐらいで。いや早いよまずは7分でしょ。7分、まずは7分、はい、ファンランぐらいの感覚で行きましょう。今日イベントだから、実は今日後ろに誰もいないよ。自主的にやってます。地獄な企画よ。自主的にやっております。スタート。さあ、8時32分スタートしました。それではこんぐらいのペースだったらいける？とりあえず、はい。いやでもこれはね、僕にとっての LSD でもあるんで、本当ね、フルマラソンの練習にもなるんで、楽しんでね、走っていきたいと思います。ダイエット？ダイエットです。シューズンあれでしょ、 YouTube やる前は本当この辺の丸の内でスーツビシッと決めて働いてたんです。やってたね。懐かしいね。これはね、大学卒業してあんないい家住むよダッシュで行こうぜ。めちゃくちゃ止まるね。そうだね、これがね、多分後半きつくなると思う。逆に止まって走って止まって走ってが結構しんどくなると思うから、なんか体力を常に温存することを考えてた方がいいと思う。思いました。はい、ということで皆さん、これがね、箱根駅伝のスタートゴール地点ですね。懐かしいな、ここに年始みんなが集まります。スタートしてすぐ困ってということやもん朝早かったんじゃん、食べれなかった。ちょっとお腹に入れさせて。1キロ、オッケー、8分ぐらいです。キロ8分。お、来ました皆さん。神田着いた。じゃあ神田。神田。神田あんま降りないね。降りないよ。思い出ねえわ。俺もないわ。なんだかな。周平さんが率先してペースを作っております。しかも割とね、早い。普通に6分台ぐらいでね、行ってますよ。信号止まって、まあ1キロは8分ぐらいでしたけど、6分ちょいぐらいで走ってますね。シェイさん、はい、率先してペース作ってますけど。あー、ペースあるんですか？いいペースよ。それで最後まで行ったらマジで結構強い。おい、俺の異名知ってる？何？異名。何？知らん。歩く東京の地図って呼ばれてるやかましい。全然ナビしてねえじゃねえか全部プクがナビしてるよ。到着。はい、1.9キロ、秋葉原着きました。女の子と秋葉で飲んで、もうそれ以降一切連絡なし。連絡待ってます。じゃ行きましょうか。はい、やりましょう。秋葉原。雨降ってきた。やばい。まだ2駅しか着いてないのに。やばいよ、ちょっと雨降ってきた。頑張りましょう。はい、はい、ちょっと、雨降ってきたんで GoPro 対応できてる。御徒町、まだ御徒町ないや。いや、雨苦手なんですよ、僕。はいはい、なんか淀川マラソン思い出すわ、トラウマ。よしきさん、はい、今日レースじゃないです気のせいか、腸径が痛い気がする
腹減った。ささくれ。すげえな。大勝町到着しました。今約今 3.9 キロ、なんか1キロずつあるっていうイメージかな。そうですね、今んとこは。じゃあ御徒町でやっていきましょう。はい、御徒町今4キロですね。あと9回これを繰り返せば終わると考えたらなんか楽じゃない。全然きつい。アメ横です。有名だけど割と来ない俺は。アメ横ね。アメ横ってどっちかといったらあれだよね、なんか飲み屋って感じ。そう、なんかめっちゃ美味しい飲み屋たくさんあるみたいで、なんか修学旅行の時はお買い物っていう意味。上野ですね。上野もちょっと着きます。もう目の前です。400m、 御徒町から上まで 400m しかないってことは、山手線 VS ポルシュジュリアンの企画ができます。ジュリアン呼んできてもらっていい？企画やめてさ、上野動物園行きたくね。雨だとなくなるんだっけかな、忘れちゃった。誘ってる動物園の雰囲気、いいの分かる。なんか好きなんですよね、なんかあの過疎具合が。動物と一つになれる気がする。やかましい。おめえ俺にこんな安いツッコミさせんじゃねえ、お前。やかましいとか思われる。意識高っ。じゃあ着きました。上野着きました。イエス。じゃあ行きましょう。上野ダッシュで行こうぜ。いや綺麗だね、なんか。しかもやっぱりね、心なしちょっと雨も止んできて、ちょっと気持ちが上がってるんですけど、僕いや確かにきついよ、長距離も苦手だけど、ちょっと今日の企画ね、はい、3人で楽しめるすげえいい企画だなって思って、はいはいはい、楽しみにしてきました。なるほど、はい、で今楽しいです。いや周平さん、はい、これが長距離というランニングの楽しさです。ちょうど。そしてちょうどですね、ウグイス谷に到着しました。現在 5.5 キロ。長距離の楽しさの答えはランニングに聞きましょう。はい、ウグイス谷です。ウグイス谷、やっぱウグイス谷から日暮里に向かうときはちょっとルートを外れるってことなの。少ない。なんか泣きそう。お前あれだった、あの音楽の授業のときは真面目に受けるタイプだった、それとも。いや僕歌苦手なんで、あの割と口まくしてる。ウグイスさんは音楽の時間は真面目に歌い派でした。俺はね、真面目すぎて、はい、毎回指揮者をやらせる。そっちまで、そっちまで行くパターンね。僕中間です。真面目にやるときと、あのふざけるときの差が激しいんで、足して割ったら中間。めっちゃ真面目に歌ってる顔想像できる。想像できるでしょ。なんかね、いろんな道通ってますけど、なんか東京っぽくない道も結構あるんですよ。街の移り変わりもなんか知れるのいいよね。そうそう。いやマジ、しかもみんな太陽が、太陽が出ました。やっぱね、雲が薄かった、ね。笑ってたら太陽出るよ。お前何いいこと言ってんだよ。ギリ落とせるぞお前今。もう終わりでいいかなと思ってよ動画今日。歩き止まりも含めた僕の手元だと今 6.5 キロです。まあ今山手線一周企画やってますけど、次何線行きますか。いやマジだ。はい、まあ、俺ら東洋出身だから。はい、東武東上線ユーザーだったじゃん。はい、東武東上線いいかなって考えたんだけど、余裕で70キロ80キロある。中央線ユーザーのプクは、あ、山梨まである。山梨まで余裕で2時間くらい。移動時だ。めっちゃ長い。リアルに100とかあるかな、そしたら。あるんじゃないと思うよ。 6.5 キロ地点。さあ疲れなのかペースが速く感じます。短距離目線。しかも俺今日やっちゃったんですよね、カーボンシューズ入ってきた。あー疲れる。服はどう？カーボンシューズ今入ってるけど全然疲れない。僕はまだ大丈夫。これあれです。例の中折れカーボンシューズ。中折れって言うからやめろお前。皆さん見てください、ウグイス谷から日暮里に向かってる途中のいい感じの。なんか初めてじゃない、こんな長いの。長い。なので3キロ俺の手計だった。いやきつい、ちょっときつくなってきた。ウグイス谷に出てから止まり少なくない？あ、そう、やっぱりね、なんか一番今のところ長いね、区間が。何キロぐらいあるんだろう。きつい、ちょっと長いね。皆さん、武田のペースに合わせてください。ちょっとあれだね、ちょっと一回水分取ろうか。え、待ってください、よしきさん。はい、今から修行行くますか。大丈夫。あれ何これ、もしかして、なんか俺の。そう、お前の出番だ。俺の家かもしれない。近いんだ。日暮里に着きます。ちょっとおしゃれな、この坂を出て。いいじゃん、猫かけの猫じゃない。日暮里、ちょっと日暮里から西日暮里までちょっとウォークと水分補給やりながら行きたいと思います。ここも区間が短いんですよ。短い、2メートルとか2歩だね。日暮里と西日暮里の距離近いらしいんだけどさ、はい、多分2メートルぐらいだよ。はい、間もなく車通ります。
げえわ。ダッシュで行こうぜ。男気じゃんけんじゃんけんぽい。あ、男気じゃんけんじゃんけんぽい。くしゃ、うわ、おごりたかった。1人130円まで。いっけ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 。ああ、冬にも夏にも行けるわ。西日暮里到着。一応到着してます。はい、勝ち点3キロです。西日暮里。これをやるメンタルがこういう感じです。で、次がどっち方面？田畑か。行きましょう。はい、分かる人はね、興奮するスポットだと思う。本当に？ここです。え、最初じゃないのこれ。じゃあ、プペとヨシキ出会えばいいじゃん。よーい、アクション。うわ、普通にキモいわ。よーい、アクション。画角足りてない、画角足りてないし、タイミングもクソだし。もういいから。田畑行こう。いいよ、歩いていい。田畑を終わって、今駒込に向かいます。やっぱ止まるっていう動作もきついよな。山手線です。山手線沿いを走っています。駒込あたりは大学時代よく行ってたので、なんとなくわかります。こいつら俺のペースを無視してどんどん行ってくる。駒込行きです。 10.6 キロ、駒込です。いや、きつい。じゃあ行きましょう。コマごめん。ダッシュで行こうぜ。ちょっと坂道を登る前に、また空の感じが怪しくなってきました。ちょっとね、やっぱね、止まって走ってゆっくりやってるから、じんわり疲労が来ましたね、ここに来て。じんわりじゃないよ、がっつりだよ。うわー、降ってきた。菅も到着と同時に降ってきました。ちょっとね、マジで本当足がきつかない。足もきついけど、はい、雨降ってきたね。 11.7 キロ。はい、菅も駅到着。菅も、はい、東洋大学のみんなはね、この菅も駅から都営三田線の白山駅まで向かう方か、こっちのまっすぐ、ずっとまっすぐ行くと東洋大学の白山キャンパスに着きます。あ、ご飯おいしいの？ご飯おいしいと思う。今日はこれスルーしていかないといけない。行きたい。ちょっと疲れてきたね。いやー、この疲れと同時にこの雨がよ。頑張ります。本格的に降ってきました。これはきつい。これやばいね。いやー、本格的に降ってきた。これが続くのかな。これは自分が、いや、この雨が急に降ってきた時のアスファルトの匂いはちょっと好き。好きなんかい。っていうところで12キロ、時間14分今。はい、降ったりやんだりが続いています。きついな。一列に安全運転で行ってます。中継ポイントの新宿までがちょっと今地獄のように遠く感じるんだけど。新宿で半分ぐらいだからね、大体。やばいね。でもお前らでやばいと思ってるってことは、俺はもっとやばいんだよ。そうだよね。いや、止まるのはきつい。いや、この無駄にちょっと天気いきなり晴れんの、お前マジ天気の子っぽいからやめてほしい。今11時過ぎ。11時過ぎか。待って、1時間。いや、まあ、都内で新宿まで行っちゃった方がいいな。大塚駅到着。道のりが長い、でも太陽圏だけど。 12.8 キロ、大塚駅到着しました。じゃあ早速やっていきましょう。大塚ダッシュで行こうぜ。なんか次晴れてきたの。すぐ。なんで忙しいね。でも風強いからやっぱり雲の動き早いね。うわ、来た。行こう、池袋まで突っ切りましょう。なんかね、馴染み深いよね。そうですね。大学時代からの。そうですね。よしきの2人で住んでる場所でもあります。みんなの口数が完全に少なくなってきてます。14キロ手前、意外に良しきさん。あら、しんどい。 FSD でちょうどいいって言ってたじゃん。いや、ちょうどいいんだけどね。2日前の距離走の疲労がとてもね、足作りにはね、いい傾向にあるんで、今日からしっかり噛み締めながら今走ってます。素晴らしい。
俺が死んでるのはいつも通りなんだけど、ヨシキさんが死んでる。いやマジで2時間過ぎてからめっちゃめちゃ死んだ。デジャブ。デジャブ。いやフグはめちゃくちゃ元気だな。発言が動くねえだろ。だけどかなったら全然といける。いける？ヨシキさん。はい。報告時だけど大丈夫、修行しなくて。僧侶じゃねえぞ。僧侶じゃねえ。寺見つけるために。寺多いね。報告時途中にありますね。池袋から向かってる途中です。マジだった、池袋に向かってる途中。15キロ到達しました。15キロっていうテンションじゃない。さあ行くぞ。よいしょ。いや池袋まで長えし、上りも長え。マジやばい。シュウエイさん、あなたなんでそんな頑張ってんの？俺さっき気づいたんだよ。ああ俺今ランチューバーやってるってなんかゾーンに入ってます。肺とかじゃなくてやっぱり、うん、ハム、ケツ、そうだね、そっちの筋肉が今非常に痛い。フルマラソンの後半もね、どちらかといったらね、そっちの戦い。ちょっと GoPro だと見づらいんですけど、西武が見えます。あの東口でありますね。やっと池袋着いた。遠い、池袋から、大塚から池袋遠い。山手線乗ってでもね、感じる。池袋で大体3分の1ぐらい。3分の1は多分過ぎてます。いやそれちょっとマジ救いだね。3分の1終わってんだよね。終わってるはず。よし、もうちょっと池袋。上半身ブレブレだけどね。大丈夫。完全にね、塔が切れてます、ね、塔が切れてる。手足がしびれてる。手足しびれてる。はい、池袋到着しました。16.7キロなんで、大塚からだと何キロぐらい、 4,5 キロ走ったね。じゃあやっていきましょうか。はい、はい、池袋。池袋はね、結構馴染みのある街なんで、見慣れてる風景があるっていうのがちょっと心強いというか元気が出ます。18キロ、まもなく目白通りですね。いやなんかね、雨降ったり晴れたりして、なんだかんだ晴れてますね。最高です。18キロ走ってます。いやもうすごいよ。いや頑張ってる、マジで。割とね、想像よりもヒーヒー言ってない。一時期ちょっとしんどかったんだけど、なんかまた楽、元気に出てきた。元気に出てきた。ちょっとあんまり俺の方にカメラ向けないでも。目白。目白到着しました。あの、あんまり降りたことないんで、なんか新鮮です、すごく。いやあんまりって、これ一回も降りたことないな。ね、目白は降りない駅です。なんだかんだ道間違えたりするけどね、もう19キロぐらい走ってます。19キロですね。行きましょう。目白駅を出まして、ここからね、1.4 キロ走ると高田の馬場ですね。意外に栄えてる。ね。高田の馬場着きました。大体20キロですね、ここで。それなら20キロ走れるんだね。素晴らしい。全然本当にね、きつい。本当にきつい。もう少しでお昼だから。わかりました。はい、あと2駅後。あと2駅、そうです。高田の馬場ダッシュで行こうぜ。20キロです。あ、今日通過ですね、今歩いてますけど。あ、本当だ。もうちょっと4時間経ちます。皆さんマジで今伝わんないと思うけど、坂もマジでこのアップダウンめっちゃ激しいし、で信号で何回も止まらせられるし、でまた橋ゼロから走り始める。ここが繰り返しなんだけど、マジできつい。大塚から池袋がきつかったね、ちょっとね。マジできつかった。もう4キロってない、4キロって。よし、行こう。有名なメイン通り、はい、こんな感じです。まあ、多分韓国好きにはたまらない街となってる感じですか。だと思います。うん、ちょっとね、元気ないんでね、とりあえずやっていきましょう。新大久保。はい、22キロ、新大久保通り過ぎた後です。で、こっから 1.3 キロ先、新宿駅です。ってことは人生自己最長距離。最長距離ですね、これ。お更新。珍しい瞬間では取れ高、取れ高だ、取れ高。あ、声援会社やってく？ん？ YouTuber だし。やんねえわ。はい、というわけで新宿に着く前にお昼の時間です。いやお昼ですね。お昼です。で、ちょっと栄養補給して気持ち切り替えて頑張ろう。まず休憩と栄養補給をしていきます。喋れない。喋んないんだけど、まあ多分休憩時間ここ長く取れてるんで。なんか
コメント来てます。新宿で待ってて応援しようかなって思ってたけど何口通るか分からなすぎて諦めちゃいました。おいもう完全にオープン棒読みめっちゃ批判してたのにめちゃめちゃ棒読みになってるから新宿駅ですね。 23.5 キロ地点。ちょっとお昼食べてこの1キロ50分です。ちょっとだけ回復しましたね。じゃあやっていきましょう。新宿。はい、ごめんなさい。今ね、渋谷から恵比寿の方に向かっているところなんですけれども、スライナーから違和感に変わってきて、ちょっと今まで痛くなったところじゃないところ、膝の、ね、外側なんですよね。うん、長径かな。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。 あ、こっちだ。